どうも、めっちゃめっちゃメッセです。はい、ということで今日もやってきます。はい、今日はね、もうね、ちょっと、ね、朝から悲しかったです。もうね、あの、沖縄尚学が仙台育英にね、もう、昨日ね、勝つって予想して、ほんで、あ、もう余裕で4対0で勝ったわと思ってね、もう目離しとってパッと携帯見たら、さよなら負け。もうどういうことやねんって。ほんでまあね、あの、氷はしっかり買って、ほんでまあ明日の試合なんですけどね、その明日の試合予想をね、ちょっとね、していきたいなっていうことと、まあ、一つ言えるのは、まあ明日、あの、トレンド、大阪桐蔭敗北、大阪桐蔭ってなると思います。これはね、正直逆張りでも何でもなく、あの、リアルにそう思うね、理由を、あの、話します。はい。もうね、これは嘘はつきません。もう、リスナーさんにね、そんな嘘をつくほどね、僕はね、もう悪い YouTuber じゃないです。はい。ということでね、真剣に、あの、話していきます。まずね、大阪桐蔭なんですけど、まず今年のそもそものレベルが、もう正直そんなね、例年に比べると、全然高くないです。こう、打者陣とかをいろいろ調べてみたんですけども、ほんまに全然です。ほんでね、その中で、まああのね、あの、前田投手なんですけど、まあこれがエースですよね。ほんでこの前田投手っていうのが、もうこう2年生の時との、このね、まあわかる人はわかると思うんですけど、投球スタイルがね、もう全然ちゃうんですよね。ほんでこれはなんでかっていうとね、もうね、球数を気にして、やっぱりね、こう、あの、昔の田中誠也選手のようなね、こう、ピッチングスタイル、もうストレートにあんまり頼らず変化で、こうね、打たせて、球数を少なくして、ほんで、たまにストレートを掘る。もう、まあ、あのね、素晴らしい、ピッチングなんですけど、ちょっとこうね、投球スタイルを変えてきてるんですよね。ほんで、まあね、あの、明日の対戦相手、クラーク国際なんですけど、なんでクラーク国際に負けるかっていうのをね、これもね、しっかりね、話していきたいんですけど、まずね、その前田投手のそのピッチングをするってことは、そのね、他のピッチャーがマジで、これはね、頼りにないんですよ、正直な話。だって、名前聞いてもわかんないじゃないですか。だからね、それぐらい、こう、昔から掘ってるピッチャーがいないっていうことと、ほんでね、それがね、明日ね、掘らないとあかんっていうことなんですよね、まず一個の理由は。これはなんでかっていうと、明日、明後日って、これ神宮はね、連戦になるんですよ。ほんで、その大阪桐蔭の、大阪桐蔭が明日勝てば次戦う相手って仙台育英なんですよね。ほんで、この仙台育英ってやっぱね、こう、夏優勝してるチームであって、ちょっと警戒すると思うんですよね。だからもしかすると、今日のこの打線を見た感じで言うと、仙台育英そんなんやなってなって、あの、大阪桐蔭側が、前田くんを明日にぶつけるっていう可能性もありますけど、基本的な可能性で言うと、明日はね、頭から多分ね、先発は違うピッチャーが、違う右ピッチャーが来るかなと思うんですよ。ほんで、そういうピッチャーに対してのクラーク国際はめちゃくちゃ強いです。もうあの、やっぱね、140後半とかのピッチャーでもやっぱね、今の時代はね、結構ね、あの、打てるんですよね。これなんでかっていうとね、あの、マシンがありますから、もう1、2、3でバーンって打てるんですよ。そのまっすぐさえ張っとけば。だから、あの、なんでしょうね。これはもうあの、お笑いって、お笑いを語るのもおかしいですけど、もう笑いもビジネスも野球も全部一緒で、なんかあの、わかります。いい商品でも、こう、バーゲンしまくってたら、もう価値下がって、もう目がね、衰えて、ね、あんまいいもんに思わないですし、だからこう、速いまっすぐもうずっと見とったらもう慣れてまうんですよ。打てるんですよ。もうお笑いでもそうでしょ。まあ、一生ね、同じギャグしてるやつはもうすぐ消えるでしょ。もう全部一緒で、あのね、だからね、いかにね、そのまっすぐを、なんていうんですかね、こう、早く見せるかみたいな、もう今のね、前田君のピッチングがもうそのものやと思います。こうね、たまに、だって、昨日の試合も見とってもやっぱまっすぐっつったら、おとといか、前田君133とかでしょ、常時、もう最近は。もうそれぐらい変化球で、でもそのまっすぐがものすごい早く感じさせてるんですよね。だからね、そういうピッチングをできる、桐蔭のね、他のピッチャーはいないんですよね。もうあとはもう、あとの桐蔭のピッチャーは結構だからそのまっすぐ頼り、まっすぐが140後半ホールから、140出るからでもまっすぐ頼りになるんで、それやったらね、やっぱこう、クラーク国際の打線は抑えれませんね、もうこれは確実に。ほんでね、これでじゃあもう、でもその桐蔭バッティングでいけるやろって思うんですけど、ここがね、明日のポイントなんですよ。クラーク国際のピッチャー、これね、もうびっくりしますよ。めちゃくちゃいいですよ。今大会で一番いいんちゃうんかなっていうぐらいの、ピッチャーですね。サイドスローっぽいんですよね。サイドスローっぽくて。ほんで、サイドスローってやっぱりね、あのね、右バッターは、抑えれるんですけど、左バッターがね、やっぱ右対左ってなったら、右のサイドなんですよ。左って入ってくるんで、めっちゃ打ちやすいんですよ。だから左バッターに対してどうかなって思ってたんですけど、このね、ピッチャーね、シンカーみたいなの掘るんですよ。これがね、めちゃくちゃ良くて、ほんで、北海打線も、
1失点ですね。ほんでその1失点も出会い頭のホームラン1本。だからね、そのね、ピッチャーが、決め球で掘るシンカーなんかなって僕は思ってたんですけど、見とったらカウントも取れるシンカーなんで、だからね、こう、大阪桐蔭は1番から5番、じゃあ1番と5番以外はもう上位打線で、右バッターはいないんですよ。ほんでその1番と5番の子も、そんなね、バッティングがちょっとこう硬い感じなんで、一球進化、右バッターにも掘れるんで、あの進化を一球ね、決め球で掘らすんじゃなくて、見せとくだけで全然ね、もうやっぱこう、桐蔭打線が混乱していくかなって、僕はものすごく思いますね。ほんで、まっすぐもやっぱそのね、変化なんで、たまに掘るまっすぐがものすごく速く感じて、やっぱ北海打線であって、もうそうですし、このね、北海道予選で、まあ、同大会であったり、この北海道っていう中で、試合して自責点が、その決勝戦のホームラン以外では自責点ゼロですから、もう完璧なピッチング。だからね、このまあいわば一番だから山やと思いますね、明日大阪桐蔭は。だからそのクラーク打線を、じゃあクラークのピッチャーを打てるかって言われたらね、そうじゃないですね。だから左バッターは明日はね、なかなかやっぱこう一番最初に決め球で掘らん限り、いきなりもうそのね、進化を見せておくことによってね、なかなか打てないかな。だから唯一打てるって言ったらね、まあこれはね、ひいきになってまいりますけど、村本くんっていうね、平方ボーイズの子いるんですよ。あの子はやっぱね、こう、報徳との試合でもやっぱね、右のなんかちょっと遅い縦カーブの子に、まあ言ったら、報徳との試合はもう接戦ですからね。ほんでその試合を見ても、やっぱりね、こう左バッターね、結構やっぱこう、泳ぎ打ちになってまうんで、やっぱその中でこう、村本くんだけは結構踏み込んでね、逆方向にフェンチョクとか打って、出たんで、やっぱりそういうのを見ると、やっぱこの村本くん以外は結構ね、左バッター苦戦するんちゃうかなって。まあその村本くんももう、まあ、ものすごく苦戦すると思います。だからね、明日のキーは言うとやっぱね、こう右バッターですね、大阪桐蔭。だからこの右バッターの1番5番が打たん限りは、大阪桐蔭はまあ、普通に負けるかなと思います。で、やっぱこうクラーク打線ね、やっぱ結構、もう降ってくるんですよ。もうめちゃくちゃ降ってくるんで、だからこれに、そのね、右が掘る場合やったら結構こう、対応しにくいんちゃうかなと。だからね、この安定の、この前田くんがね、5回まで掘って、ほんで、それまでにこう、試合が上ついたらすぐ変えるってパターンもあるんですけど、多分明日右が掘るかなって、自分はね、正直思いました。ほんで、守備なんですけどね、守備もやっぱね、クラーク国際って、守備はね、全然上手くないんですよ。もうノックとか見てもみんなこうね、中学生みたいなね、守備の仕方なんですけど、これがね、甲子園とかね、土の球場やったらね、もう桐蔭が勝つんですけど、これ明日ね、人工芝ですから、イレギュラーないんで、そのシングルでもものすごく取れるんですよ。だから逆に桐蔭とかの方が、なんていうんですかね、こう、球足が速いんで、こう、なんかちょっと、逆に桐蔭の守備のスタイルの方がちょっとやりにくいかなって、思います。はい。だからね、明日クラークは結構ね、守備は多分シングルばっかなんで、多分ね、エラーとかないと思います。はい。ということでね、明日はだからそういう、まあ、ワンサイドではないですけど、やっぱね、それなりにいい試合して、クラークが、接戦で勝つと思います。はい。皆さんの予想はコメント欄に。それじゃあ、お疲れ様です。